川島舞子のゲームしまいこー。皆さんはじめまして、川島舞子と申します。今回から、ブームアップゲームズさんで、私がですね、アプリレビューをやっていきたいと思います。そして最初にご紹介するアプリはこちら、クロシーロードですね。いや、やっていきましょう。ポチッとな。これはどういうゲームですかね。なんかいっぱい木が生えてますけど、ピロロンってなります。今コインを集めて、はい、とりあえず前に進むゲームですね。これは前に進んでいくゲーム。ちょっとコイン、あれコインってこの C ですか。コインですね、これ。あ、これは手をタッチしながら行くんですかね。それとも目的なもの、目的スライドすると横に行くってことじゃないですか。そういうことですね。あ、動かすのはこのニワトリさんですね。あ、あ、なんか言ってますね。声が。あー、なるほど。こういう、赤ちゃんのおもちゃありますよね。こういう声です。懐かしい。お、やった。あ、これ車、車、車、これ危ないよ、これ。ニワトリちゃん。いや、車の音した。なんかシュールですね。すっごいこれ、音がすごい。なんか来た。なんか鷹みたいに飛んできたよ。立ち往生してると鷹が鷹に襲われちゃうよみたいな。はい。うわあ！何これ！落ちないようにどんどん道進んでいけばいいんだ。これ引かれないように落ちない。やばい！あ、来た。何これ、ちょっと残酷。あ、でも最高得点14って、あ、さっきのが14で一応最高得点。あー、なるほど、面白い。あ、なるほど、いろんな障害物を避けて進んでいくゲームですね。すごいゲームだな。すごい、電車にさらっと。じゃあ行きましょう。この丸太のやつは結構慣れてきた。あ、やばい、コイン欲しい。よし、あ、これもう勇気持っていくのがいいね。あ、コイン欲しい。これコイン横行こう。やった。うわもういったやばい。これ水か、葉っぱの上じゃないとダメなんだ。溺れちゃった。あー、面白い。これあ、ちょっとこれ感覚がつかめてきた。やばい。50手は行きたいな。おお。よしよし。あ、やばい。お、よし。よし。お、よし。あと。15。あ、コインはちょっと放置しよう。これやばいな。やばいな、これ電車。ほら、葉っぱの上乗って木を持ちたい。あとに、あ、音まで邪魔してくる。あー、50行った。50でやられたけど。いや、すごい、クロシーロード面白い。あれですね、電車で移動中とかちょっとした時間にできますね。で、どんどん自己ベスト更新とかやれるし、手軽に楽しめるゲームでした。いやー、クロシーゲーム楽しかったです。ぜひまた次回も見てください。またねー。ブームアップゲームズではスマホゲームの紹介から攻略までいろいろな情報を発信しております。詳しくは下の動画説明文のリンクからご覧ください。
そして私川島麻衣子の動画を気に入ってくださった方は、ぜひこちらの動画の右下チャンネル登録ボタンを押してください。で、川島麻衣子のツイッターやブログもこちら下の動画説明文のリンクからご覧いただけます。それではまた次の動画でお会いしまいこー。